はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。マナドゥムリームハートです。さあ本日なんですが、マナドゥムというテーマがね、マスターデュエルに実装されましたので、こちらのデッキを作ってきたんで、使っていこうというふうに思っております。マナドゥムっていうテーマはどういうテーマかっていうと、チューナーモンスターが、レベル2のモンスターがいっぱいいましてですね、で、結構展開効果を持っています。ビサススタクロスとか、この、リームハートのステータス、リームハートとかこの、ライフハートのステータスのモンスターがいると、特殊ができるよという効果と、あと戦闘効果打開されると、ミークであればミーク出してこれるし、あと、まあ、トリットであればあのデッキからマナドゥムチューナー出せるということで、リクルートがついてるんですね、破壊された時に。だからこの破壊された時のリクルート効果使ってチューナーを並べて、シンクロ召喚とか、まあ、リンク召喚とかをして、攻めていくという展開系デッキになっていますと。で、新しくね追加されたのがこのリームハートっていう、モンスターとか、あとカラリームあるんですけど、これがねマジ強いしかっこいいんですよね。ビシャスアストラウド、これはビサススタフロストプラス、攻撃力守備力がこのステータスのモンスターを、フィールドか墓地から除外したら特殊召喚ができるよという効果で、これめちゃくちゃ簡単に出てきます。で、出てきて強い効果をもう発揮できます。特殊召喚に成功した場合、フィールドのモンスターぶっ壊して打点が上がる。で、さらに戦闘で破壊されないと。これね、ぶっ壊して打点が上がる方が相手のフィールドのカードを破壊してもいいですし、自分のカードを破壊してもいいんでね、だから展開にも使えるし、除去にも使えるということで、これめちゃめちゃ強いんですよ。で、マナドゥムデッキのいいところは、このステータスのモンスターが墓地に揃いやすいところですね。ビサススタフロスト、および、まあ、リームハートまたは、ライヒハート、この辺のモンスターが墓地にすごく行きやすい。まあ、例えば、カラリウム、これ、発動時効果処理でできたマナドゥムモンスターとか、ビサス持ってこれるんで、まあ、これで持ってこれて、まあ、展開できますし、アブシオン、これで、ぶっ壊してチューナー展開して、展開につなげていくっていうこともできるし、ビサススタクロスとか、まあ、スキアクロになれるんでね、スキアクロライトハートになれるんで、ライトハートで、ライフォビアサーチして、ライフォビアから持ってくるこのライヒハートで、もうビサススタクロストと、ライヒハートが揃うみたいな感じなんで、もうこのモンスターがね、マジでね、強いし出しやすいんですよ。で、このモンスターを展開に絡めていくという感じですね。まあ、もちろんレベル8なんでね、レベル8プラスレベル2のチューナーで、まあ、バロネスとか、それから、まあ、アンヘルとか、まあ、アンヘルはあれか、こっちのスタクロストとかじゃない、あの、光闇じゃないからね、ここが。だけど、例えば、ミークって特殊召喚したらレベル4になる効果もあるんで、2個上げるっていう効果があるからね。だから、まあ、4と4でアクセルして、アクセルから、チューナー釣ってきて、ディスパテルとか、こういう動きもできるんでね、これめちゃくちゃ強いですね。はい。展開デッキの中では。で、まあ、手数出すために、アライブ入れました。はい。これ相性めちゃくちゃ良くてですね、アライブからプリズマー出してきて、で、プリズマーが、あれなんですよ、あのビシャススタッフローストになれるんですよ。融合モンスター見せて、ここに記されてる名前が。なんで、これイコールビシャススタッフローストで、ビシャススタッフローストをもう墓地に送りつつ、しかもこいつがリンクスターになって、スキアクローライトハートになれるんで、これめちゃくちゃ強いから、まあ、手数にもなるんで、これガン詰めしましたというところと、あとね、あのレベル2なんですよね、マナドゥムって。だから、出張でスプライト入れると、スプライト展開もできるんですね。盤面めっちゃ作って、で、最後の最後になんかギガンティックスプライト出してから、なんか急にスプライト展開始まるみたいなことできるんですよ。あと、普通に誘発貫通能力も上がりますね。相手が、なんか、その誘発打ってきて、じゃあ展開止まっちゃったっていう時も、スプライトモンスター引いてればね、チューナー盤面に出力できてれば、ポンポンって展開して、スプライト展開行くみたいなことできるんで、まあ、誘発貫通力にもなるし、後手まくりの、手数にもなるし、盤面も強度も上がるということで、まあ、スプライトは出張させるの結構強いかなと思ってるんで、まあ、僕は入れましたね、これは。はい。というところで、ちょっと動かし方がね、結構ね、独特なんでね、見ていただければ、まあ、ある程度わかるかなと思うんで、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。いやー、ハンドはまあまあ、これ強いぞ。いや、ただ G 何もケアできないこれ。このデッキ、増殖する G 世界一重いと言われてるんで。カラリウムですね。なんかありそうなチェーンあります？ないです。大丈夫です。リウムハート君持っていますよ。これリウムハート君、これさ、あんまよく分かってないんだけどさ、あの世界観が。これはあれ、ビシャスに落ちて我を取り戻したのがリウムハートなんだっけ。ちょ、なんかあんまね、マナデムのとスキアクロの世界がちょっとまだ分かってないんだよね。で、ミーク特集なんかあんの相手で、アブシジョン発動。
でこのチビちゃん叩き割ってチビちゃん出してきて、さらに、アブシジョンでサーチリフレーミングカウンタートラップサーチできるのなかなか強いですよね。カウンタートラップサーチはもうほんとビートルーパーを彷彿とさせる、なんか一気に弱く感じる。おいビートルーパーの悪口やめろ。で、ビートルーパーはまあそこそこ強いんだけどな。でカラリウム君の効果によって破壊されるとチビちゃんを、墓地から蘇らせる効果がありまして、これでめちゃくちゃいっぱい並ぶと。並びすぎじゃない並びすぎじゃない。で、B 様出していく。さあ B 様を出していく。 B 様に召喚ムービー欲しかったな。このデッキは B 様を盤面に無限に出すんで、まあ、B 様に召喚ムービーあれば相手に、ね、召喚ムービーを5億回見せつけられたんですけどね。はい、レベル変化させない。でここでまあ、一旦スケアクロライヒハートを出して、あライトハートを出していく。ライトハートなんかライヒハートなんかトライヒハートなんかライズハートなんかリームハートなんか知らんけどハート多すぎんねんこのゲーム。クリスタルハートも知らん。ライフフォビア発動、ライフフォビア効果、スケアクローモンスター持ってくる。でライヒハートくん守備表示モンスターいると、ね、1枚ドロー入りますんでね。はい、こちらもニビルと同時ガチ重いんで、結構厳しいは厳しいです。相手の誘発受けがあんまそんなに良くないから。はい、で、ノバ今これ相手なんか一生光ってるけど、なんだろうねこれ。一生光ってスケアクロークシャトリアとかかな。まあ、または家具とか、まあ、マナドムミークとリームハートでシンクロ召喚をしていけ。絡みつく時間振り切ってを出していく。で絡みつく時間を振り切ると限界までぶっ飛ばしてモンスターが出てくる。はい、でギリギリの思いを描いて行くのさディスパテル。はい、ここでディスパテル出るとね結構展開が伸びますんでね。はい、まあ、2ビルで終了なんですけど。でまず黒シープを出していく。でこれブルー引いてんのか、なんかこれ強そうだな盤面的に。黒シープ、はい、黒シーからの、一旦融合しますか。ビシャスアストラウド君、これこれ多分我を失ったピサマかなんかでしょう。ちょっとあんまね、これ世界観分かってない。かっこいい。え、召喚ムービーあんの？はっけー。まあ、召喚ムービーあんのってなんか驚いたように見せましたけれども、これもうすでに心拍開封で召喚ムービーあることが決定してたんで知ってたんですけどね。はい。さも知らないように言うのも仕事なんで一応。さも知らないようにリアクションするのも意外と仕事なんで。でライヒハートを特殊していく。はい。で、まあ、とりあえず一旦さらすか。ここだな。これとこれとこれで素材を、3素材持ったアポロウーサイパンツ丸見えきましたね。完全に完全にパンツ見えた。これ完全にパンツ見えたって話してるとね、お前幻見えてるぞってよく言われるんですよね。はい、でスタクロスが出てきてはい、これエルフでいいか。エルフで良さそうだな。上振れすぎて何やったらいいかわかんねえ。上振れすぎでしょこのデッキ今展開で。ちょっと待ってくださいね。上振れすぎ てマジで何やってるかわかりません。これは発動していいな。でレベル2を特殊召喚するんだろう。レベルに特殊召喚します。でここ本来であればここでギガンティックスプライトを出して、ブルー特殊ジェット特殊みたいなことやるんですけども、ブルー引いてるんでブルー出します。でブルーでブルージェット置くだけをいつもするんですけど、まあ、これレッド持ってきてスマッシャーズあるんでね。スマッシャーズあるんでもうなんかジェットを特殊召喚する必要はないという話ありますね。でここで、ギガンティッキングスプライター出していく。いやこれ真剣ゼミでやってないんだよなこの展開。これでいいのかな。はい、こうでしょ。はい、あ、はい、いいんじゃないですか。なかなかいい感じですね。で、ビサマと、ライヒを除外してさらにビシャスアストラウド、これ耐えちゃないです。はい、耐えちがない特殊がこれ破壊しない。でここでレベル8のモンスターに対してオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚現れろタイタニックギャラクシー。これはアポロウサ仕事です。はい、アポロウサすぐ殴られるんでアポロウサを殴られないようにしてます。でギガンティックスプライトのモンスター効果発動。このカードのモンスター効果によってオーバーレイユニットを1つ使い
デッキからスプライトモンスター一体を特殊召喚。スプライトキャロッツ。いや十分強いでしょこれ。強すぎて笑ったわこれ。これマスカレーナできんのか。マスカレーナするか。なんかもうギガンティックスペアでいらないしな。マスカレーナしてレッド出したら強いこれ。あんまだな。でもレッドとキャロットコストねえわこれ。あんまりこれはあんまりやる必要なくて、まあ、レッドとキャロットどっちかを使えるからまあこうだな。まあ十分なんじゃないですかこれで。あのユニコーンもできますしね一応、まあ、そうするとその場合はゾージーをぶん投げできないけど、まあ十分でしょこれ。妨害力ないくつあんのかな。すごい妨害力これ。ウーサータイタニックマスカレーナキャロットか、レッドどっちか、ディスパテルでリフレーミングスマッシャーなんで、なんかありえない量の妨害されますけどこれ。まあちょっとスプライトの部分はちょっと使えないところもあるけど、でもこれ無駄打ちしていいだろ。無駄打ちっていうか、まあ無駄じゃねえけど脳死で打とう。多分家具でじゃないですかね。じゃあ光ってたのか時計か。家具だったら打ってるか時計かな。まあ、とりあえずウーサ君が殴られるっていうパターンあるじゃないですか。ウーサがぶん殴られるっていう、まあ、裏目あるんですよこのデッキって大体。あクックロックきめえな。いやこれ無効にしていいんじゃねえか。どうせ殴られねえから無効にするわ。どうせ殴られねえから無効にする。これタイタニックギャラクシーマジ強えよな。この場合この盤面つけるとさ、アポロウーサーの効果なんか1回ぐらい使わせてぶん殴ってから考えとかできないんですよ。なんでかっていうとタイタニックギャラクシー君が攻撃を吸収するんで、俺に攻撃しろっていう話あるんで。タイタニックの隠したとこかね。魔法カードを無効化するだけではなくメインフェーズ終了前いいでしょう、まあ、アポロウーサーも殴られませんだから。これね普通にアプローチをぶん殴られてなんかね、あの棒がなくなるとかよくあるんですけど、これがないのが非常に強いですね。なんでタイタニックギャラクシーはマジで推しです今。はい、ウーサの横に置いとくモンスター最強。魔法かトラップカード無効かモンスター一応残して、まあ、こっち除外する。ドゥルアグマパニッシュメンツオッケー。パニッシュメンツオッケー。ドロー。ゾージー2枚はいらなすぎるだろ。なんだゾージー2枚って。ゾージー2枚はいらなすぎるだろ。リフレーミングあるんで、まあこれちょっともうウーサーも邪魔だからどかすわ。これリフレーミングあるんでこうしまして、でユニコーンでゾージー切ります。でトラップカードを打たれます。リフレーミングぶち込みます。でいいんじゃねえかな。はい、でデッキに戻します。何ですかこれ。あ、ウェルカムラビリンスロイヤル加工。てめえなかなかやるじゃねえか。リフレーミングで向こう。いや妨害力がすごいよね展開できたらこのデッキ。うん、なんでまあ展開デッキとしては結構最高峰の展開力を誇っているという話はある。これはチューナー戻ったからまあ関係ない。でディスパテル効果でビサマン戻しますか。ビサマン戻して、はい、オッケー。でこれ同時に召喚で進行だな。6、7、8、9、10、10シンクロプライムハート、いいえ、フレールドマナデムバルネスバゴーンで攻撃表示バトルフェーズ強いですね。展開通れば最強と言っていいんじゃないですかこれ。まあ盤面にマナデムモンスター一体もいないんだけど。ビー様いいよ。反動はまあまあやれそうな反動してるぞ。手数結構ね、一応出るんで、あの展開間違わなければ。たまにフィールド魔法で打点が上がってチューナー特殊ができなくて死ねってなって大パンするっていう事件はあるんですけど、マナデムのさ、フィールド魔法のテキスト考えたやつマジでイカれとるからさ、2番の子が消せよ今すぐマジで。これOCG の方でもね、マナデム出てきたとき、マナデムが受されたときよく言われてたんですけど、マスターデュエルでも同じ現象が起こってますね。転移の幻想、はい、転移の幻想ちゃん出てきて、これなんて転移双剣か。はい、いいでしょう。アシュナー、あーセクレシアね。セクレシア、セクレシアはハルウラデムコアルバスのセクレシアは。こんなこと言ってたら怒られるから、エクレシアファンに。まあ、俺は、まあ、セクレシアまたはセフレシアと呼んでいるんですけども、これ結構止まってくれるやつ。ああ、やつえ召喚剣使ってる。まあ、龍炎が出てくるかもしれないか。龍炎が出てくるかもしれない説。
はい、あーはいはい、タイヤ、オッケー、タイヤ、タイヤ交換。ちなみに皆さん、あのタイヤ交換はしましたか？もう11月なんで、あ、12月か、もう12月なんで、あのタイヤ交換を多分する方も多いかなと思うんですが、もうちなみにあの長野県、僕住んでるんですけど、長野県はもうすでに雪が降りましたね。はい、タイヤ交換せずに雪が降るっていう事件起きましたけど、すぐ溶けたんでギリセーフでした。耐えました、ベシュだ。はい、タイヤ交換は計画的に、転移の流線入、あ、これあれか、マジで あんま展開できんやつなの多分これ。手札1枚捨てれ、これあれだよな、あ、タイヤ、あー、はいはいはい、でこれで転移モンスターしか効果が発動できないから、一応これで、あ、エクストラデッキが特殊召喚されてなんだ、なるほど。あー、これあれタイヤは効果発動できるのか。でもこの8シンクロして相手のターンだよね。だからつまり、だ、転移の竜騎神とか、もうすでに多分これ原連続しか出せなくなってると思うから、石章とか転移ってめちゃくちゃ強いんだけど、ギミック上は。ただちょっと縛りがきついんだよね、意外と。あ、石章か、なるほど。でこれ石章サーチ入んないですよね。でタイヤの効果で一応カード1枚5兆くる効果はある。いいよ、あ、オッケーオッケー、あーだらね、了解。あ、セットあんの、いやー、暗転だったらやばいな。暗転だとガチでめんどくさいですね。うん、なるほど。とりあえずカラリームから発動だな。カラリーム発動、チューナー持ってくる、ミークでいいかな。でこれはミーク召喚から入ろうかな。うん、ミーク召喚から入ったらいいかもしれないね。ミーク召喚で、これ叩き割りに行って叩き割りに行って、いやこれ難しいな。アブシジョン打ちます。これで暗転とか言われても一応マナデムスをチェーンすればいいんで、なんとかなりそう。てか、まあ破壊されたらあれか、中南は出てくるか別に。でリフレーミング持ってきて、で破壊されたんでミークの効果とフィールド魔法の効果が発動。ミークちゃんでミークちゃん出して、カラリームでミークちゃん出す、ダブルミークの構え、ダブルミークの呼吸。はいはい、マナデムの呼吸1の方、ダブルミークの構え。もうこのネタ古いかちなみにこんななんかこと言ってますけど、鬼滅の刃はあんまり見たことありません。でマナデムミークを叩き割りまして、マナデムミークを叩き割りまして、なんだっけ、リームハート特殊召喚で、どっちかというとミークの方がいいな。ミーク効果、リムハート効果で、ミークの効果でミーク出てきて、マナデムリムハートの効果で、マナデムカードを手札に変える。でこれはまあ一応ヒアレスなのかな、一応ヒアレス、まあ、チューナーいるからさ、これ出せないよね今これ終わってるだろマジで。このなんかチューナーいたらさ、リームハートの打点が1900になってるからさ、ヒアレス出せねえとか言うこれイカれとるやろこのテキスト考えたやつマジクビだろ。2番の子がマジでいらねえ。でアクセルシンクロスターダストドラゴンの特徴がで効果増で、アクセルシンクロスターダストドラゴンの効果によって、ああまあまあまあここで使ってくる、なるほど。さあここで一応バロネスは出せるんですが、ここなんか安定はなさそうだな。どうなんだろう、ずっと打ってないけど、多分さ安定打つタイミングもあったよね。安定じゃないってことでいい、あれ。ちょっとブルー出しよっか、ブルー出して、ブルージェット置くだけ押したい。さあブルーを、なあ包容か、なるほど、オッケー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 。まあ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 安定だったら打ってるタイミング多分あったと思うんだけど、まあ包容でしたというところで、まあいいでしょう。まあこれとりあえず一回バロネス叩き割り、あー、ディスパでもいいのこれ、ディスパでもいいか、うん、ディスパテルでもいい気がするな。なんかあれですね、バロネスを出しに行く必要もはやないんじゃないか疑惑あるな。こことここ、はい、でディスパテル、まあ、出せる場合はディスパテル先出して、で後からバロネスでいいですね。盤面の相手の妨害がない場合はね、もう相手妨害ないからこれ
でマラデム、あ、じゃなくてビサススタクロス出して、でさらにこれでキアレス出てくると、でさらに、スケアクロー展開に入っていく。さあ圧倒的展開力見せつけていけ。無限法要と石章はあの別にモンスターを破壊はしねえから特に、なんであの展開力があれば全然まくれますね。はい、でライヒハトで、ライヒハト特殊召喚するとおまけでワンドロー入る、ボーナスワンドロー、ボーナスゲットてててててててれててスマスロフトロケンだこれで、ベシダ破壊してライフォビアの効果で、でできること多すぎんだけど、どうしたいんだろうこれ。一旦ライ、ノバ打ちますか。ノバ打ってからこれバロネス出しますね。これバロネス出しましょう。これこうしまして、でレベル4のライヒハートにレベル6のピサマをチューニング、新規の召喚現れろ、マナドゥムードバロネス。そして、マナドゥムードバロネスのモンスター効果発動、てめえの流星にはぶち壊す、バリーン。さらに、モンスター2体で黒シープを展開し、チューナー残しとか一応、はい、そして黒シープのリング先に融合召喚を行う。何？融合なしで融合召喚だと。このモンスターは、自分の墓地のモンスターを除外することによって融合召喚ができる。現れろ、ビサススタッフ、あ、ビシャスアストラウド。クロシープの効果とビシャスアストラウドのモンスター効果発動、貴様のモンスターを破壊し攻撃力をアップ、バゴーン、つえつえ、めちゃくちゃつえ。何でもいいや、もうなんか何やっても勝ちか、これ、これ殴ったら勝ちか、ものなら、はいはいはい。で、立て、あ、立ちますね。バトルファイトいきましょう。バトルゴー。いや強くねえかこれ。ちゃんと盤面返していけるのもね優秀ですね、展開が通れば。はい、マナデムは最強ってことでいいと思います。お、サモンプリースト最強モンスター来た。サモンプリースト、これはちょっと不穏な競技が、うわ、妖刀滝道捨ててるのやば。魔法図書館やばいこと起きてる。神道滝光なんだこれ、何これ、エクゾディアですかこれ、エンディミオン、どういうこと、これカウンター貯めるデッキってことか、これやばいな普通に。これは世界が終わりそうな動きしてるな。あーんとペンディラム、ペンディラム来た、ペンディラムやばい。はいはい、まあ、ありえない引きしてるね、これデッキ引きるんじゃないのあれ、相手。うわ、これラストドローかよ。いや、エクゾディアちゃうんかい、エクゾちゃうんかい、なんだこれあれ、なんかてっきりエクゾディア、またエクゾディアかよっていう準備してたんだけど、全然エクゾディアだね。時知らずのデュガレス来た。どういうこと、ちょ、わからん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 展開すんな、これなんだこれ、ペンデラムやばっ。いや、なんかとりあえずやばいことしようとしてるのは分かった。特殊味のディガレス効果、何これ、打点上げる8000、やばい。でも足りてないよ、まだまだ足りてないですよねこれ8000。リプロドックス、どういうことどういうことどういうこと、分からん分からん分からん。リプロドックス効果、地族を宣言、機械族、おい、何射出してんだ、だから演出追加されたんだから殴れや。